はい、東京都立富士高等学校の皆さん、こんにちは、そうやゲームズでした。しマリオカート、ここは8デラックス、木工タイムアイ、エスタのエツクスやっていきたいと思います。よろしくお願いします。本日もね、めちゃくちゃ暑い。お前、9月か、本当に。どうなってんだ、この地球は。地球が心配になってきました、暑すぎて。はい、皆さん、もう本当、地球温暖化、本当にね、数年後どうなってんだろうって思わない。そう思うときない。もうちょっとこれ、もしかしたら、ちょっと時事くせえ考え方もしれないけど、マジでみんなちゃんと水飲んでね。うん、夏休み多分暴れ散らかして、まあおそらく誰も、ね、デスターは熱い男たちだから、おそらく誰も熱中症にはなってはいないと思うんだけど、まあとはいえね、お前たちの心配をやっぱりしたい、俺は。したいし、お前たちの健康を祈りたい。まあてことで、まあそんな健康も祈りながらも、1レース目もいきなりチーズランドゥイエだから、チーズをかましていきたいんだよね。チーズをかましていきたい。インコースがっつり。OK。あ、もういらねえ。あ、一番いらないし、わけわかんない。バナ吸ったせいでちょっとだるい。ちょっと誰にね、これも調整調整。早く行け。オッケー。あー、これ3台振るよ。3、2、9、どうお願いします。オッケー。オッケー。待って、お前ふざけんな。お前これ入れろ、入れとこう。これ3段階しちゃうとマジまずいから、入れておいて、これもう一回止まって、こうワンチャンもう一発あるから、これいっちゃおう。一旦詰めてもう一回アイテム交換する。前相当近いでしょ。ここで俺がキラ引く。引けない。ただ次きオッケー、トゲいってる。それ引かれて、ちょっと待って、まずい。待って、まずいかも。いろいろまずい。あれ、ちゃんと消して。弱い、全然盲的に弱い。ねえ、何やお前、どんだけそっちいくの。1レース目からほぼ諦めております。はい、チーズをどころ、お前らの心配すぎて終わったわ。ダブルアイテム取れるでしょ。あ、弱っ。終わり。あ、走りもひどいね。勝つ気ない走りしてる。あー、もう、うざ、ガチでちょっとうざいね。急いで攻めて、ビリ回避、ビリ回避しろ、全力で。ゴミ。ごめん、ちょっと心配したから許して。11、もうこっからお前らの心配をやめて自分の心配をする。そしてまたこの部屋にまた隣人がいるんだよね。完全に隣人ストーキングされてんだけど、スタート。沢の隣人ストーキングされてるから、隣人がいると俺性能力上がるから、ね、悪いけど、今さっき多分名前変えたんだろ。俺に気づいて名前変えたら分かんないけど、多分俺の存在に気づいたから、はい、隣人いるね。隣人やっぱ黄色テレサなんだね。隣人だろ。隣人も自然使うよ、普通に。自然共有するよ、俺。自然をちょっと共有したくなるけど、この、なんでだよ、クソラゲがガチで。ちょっと待って、一回目やると、ちょっとヘッドホンやばい。ちょっと爆弾なし。ちょっと待って、ヘッドホンやばい。なんとかならないよ、これ。俺、ちょっとキュウリ割れなかっただけだろ。このメダル俺の。弱い。ちょ、メダル欲しい、メダル欲しい。オッケー、このメダル。そう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 、9枚にして。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ここ投げよう。後ろ投げ込んどいて、後ろに喧嘩打っといて。 OK、 8で割って。 OKOKOK、 トゲもいってるでしょ。これで次、ちょっと待って、ヘッドストーン直す暇がねえ。ヘッドストーン直す暇がねえ。 OK、 スター入って、どう。サンドルお持ち、サンドルお持ち。バツくんね、距離開けて、そこね、そこでサンドルね、でかくなって、うわー、リンジ、多分リンジ、違う、リンジだから敵だった。あー、いた、通っちゃった。リンジどこ、リンジどこ行った。なんか落ちてる。あ、いた、リンジいた。待って、こいつの幅寄せやばい、幅寄せやめて。これちゃんと距離開けないと爆炸食らう。距離開けても食らった。あー、危ない、これだ。3段もう一発。ちょっと待って、ねえ、弱い、また。ちょっと待って、この回これね、ダイジェストになるよ。これこのままダイジェストできるよ。ねえ、なんでそっから。1人やって6段、やばい。バツさかわして6もダメ、最悪。
人気多分2位ぐらいだろ。ちょっと待って、取り乱して、でもあ、リーチに勝ってた、リーチに勝ってたならいいわ。いや、ちょっと非常にまずいね、定数的には。だって俺先週100、マジ4位か3位ぐらい入ってたよ、静江で。なのにもかかわらずこの順位ちょっとまずい。完全に英語夏バテでございます。実は今日午前中に動画2本撮影してきて、めちゃくちゃ、しかも外で相当暑いんだよね。相当暑いから、相当暑さにやられて、完全に脳細胞やられてるわ、これ。ちょっと言い訳はしたくないんだけど、やっぱりあのゲーム実況者というものはやっぱり基本的に日頃部屋にこもってる生き物だから、その生き物がね外に出た時やっぱりダメージでかいね。完全ちょっと期待、あの元体育会とはいえ完全ちょっとね衰退してる。暑さ対策できてないもん。臨時暴れてる、多分これ、あ、違う、臨時の敵同じキャラクターが紛らわしいんだよな、マジで。ダブルオッケー、ナイス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 、オッケーオッケー。もうなんでそんな争うの、争うのやめよね。やばいやばい、ちょディオディオ争うな、うん、争うな、ディオディオ死ぬ、ちゃんとやって、ちゃんとやって、マイクオッケー、完璧。もうやられる前にやる、これがモコーとアイムハイの鉄則でございます。オッケー、バックサイドやられてる。ああ、ちょっと爆風巻き込まれたかったな。ナイスキロ、これ来ると思ってたんだよね。2まで入って。なんでそれすぐ取るの。あ、これ来ないで。敵をし、ね、1の姿勢早いぞ。1の姿勢早い。ユニットまで、オッケー。1の姿勢早い。うん、オッケーオッケーオッケー。やられろ。若さんだ。多分譲ってきそうだな。いや、譲ってるわ。譲るなよ。距離開ける。削り合い。ちょ、これやられる可能性ないなんだけど。オッケー。あ、これ、あ、1個上げ捨てしかない。ここに、ここで赤ゴール投げてきたら、ワンチャン切れる。ゲー準備で。間に合え、クソ、間に合えよ、ダーン。ちょ、待って。絶対グライダー。気迫のグライダー。オッケー、グライド伸ばして、戦いを望むと厳しい、依然と厳しい、依然と厳しい戦い、ダブルアイクは今日終わりだ。あ、今日終わりだわ。今日何しても無理な回だ。ちょっと待って、お前ら調子こくな感じで、罰なし、はい、くそ、ぶちのめすこいつら。あ、もう隣人じゃん、1位2の静江早いやつ。俺ちょっと今日、皆さんいつも結構1位をがむしゃら取りに行くんだけど、今日ちょっとね暴れる、コンセプト暴れ、今日はスタート、暴れるサワヤンゲームズを見たいっていう人に届ける動画にする。うん、それ以外の方も見なくても構わない。日頃の俺の暴れっぷりを今日は存分に楽しんでっていただきたい、ガチで。うん、ちょっとね、うまいプレイとか一旦忘れよう。この動画ではあのうまいプレイは時たまもしかしたら奇跡で出るかもしれないけど、基本的には暴れる、基本的に暴れを、あ、誰今俺の押したの、押したやつ出てこいよ、ちょっと待って、おっせえおっせえ、しずえしずえ、ガチおっせえな。とりあえずダブル9で割って、これでいく、これで1回上がるわ。メダル取りに行ってもよかったけど、トーマスがぐだってる、ぐだってるトーマスほどだるいものないぜ。 OK、 テケあ、 OK、 テケ、あれこれなくなってる、ちょっと一旦前、こいつは病気だ、全員病気だ。ダブルは取れる、どっからの赤ではボケ出す、ぶちのめすぞ、カスのもガチで。でもコンセプト通りだ、ここまではコンセプト通り。メダルも一応4枚ある、少ねえって話。ダブルは絶対取んなきゃいけない、キラー濃いよガチで。でこれなんかサンダーガンしそうな匂いがプンプンすんだよ、ね、こっから突破です、こっから気迫の突破。リンチもすぐそばにいる、早めにスター早めき、あー、ダブル取れたら、今これ避けて
けど増えるだろ。お前そっち待って、これ振ったらマジ切れるよ。差し込め差し込め、どっち誰も抜けない。これで解散しないと、もうほんとやる気失せるよ俺。ほんとへし折るよ。台真っ二つにするわ。ねえねえ決まれ早く。 G8 出てますよ。はぁ、あ、もう神様も言ってるわ。ああ今日は得点を追うな。ああ未来を追えと。ああ追うわ、未来を、未来を追うわ。そしてこいつは全員、頭部切り落とすわ。スタート。こいつは頭部切り落とす。もう部屋落ちてからまた隣人いるんだけど、隣人のストーキング半端なくね。ストーカー隣人じゃん、ただの。絶対今隣人が投げてる。誰お前ら、やるよ俺。こう散らすよ、散らしていくよ俺。こう恐ろしい緑コーラ3頭。これ絶対自分に当てるやつね。自分に当てに行く緑コーラ。待って、落ち着け。お前引いたら縛っから、お前一生粘着するから。お前俺のこと今引いたら、先にそれだけは言わしてもらうわ。お前が今俺を引いたら俺は一生お前を粘着する。 OK 大丈夫、9位で割ってる。あー強い、お強い、お強いけどちょっと難しいパターンのやつは。こいつキラちょうだい。誰かのキラパクってない。あ、キロさん素晴らしいよ、すごくいい。これ普通に入れて、ちょっと入れて、どう振ったりしない、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 振ったりどう、振ったりやんだり、振ったりやんだり。ぶちのめす、さっきから解約多すぎだろ。だろうか、大丈夫だよ、大丈夫だよ、まだ参るよ。やばい、取られる、取られたら泣く、取られたら泣く、もう泣く。もう使う、ちょ早めに、早めに使う。サンダー振れ。オッケーオッケー、あるあるある、全然ある全然ある。ビジョン見えた、ビジョンが見えた。処理も比較的悪くない、比較的悪くない、処理距離も近い。バクサーでやられてる。キュンウキュンウキュンキュン、空中でやって俺だ。うにゃにゃ、どうよ、よっしゃ、隣人にも勝っていく、素晴らしい。なめんなよこのクソったれガチで、引きずり落としてるからお前のこと。さあ6レース目、これでようやく折り返しか。まあ、ここで万が一1位を取った場合41ポイントか。いや少なすぎるね、少なすぎる。スタート。まあ回線落ちも1回あったから、回線落ちはビリ扱いだから正直厳しいものはかなりあるんだけど、かなりあるんだけど、あ強い、それ強いわ、それ強いから下がって冷静に3枚これでメダル回収。もういきなり初手防衛引かれたらもうこれは戦わない。これ3枚取るね、 OK。 こうやってね、人の落としたメダルもちゃんと着で取っていく。でこれはダブル欲張らない、シングルでいい。これ一旦存在消して、存在消して9位割りだ。 OK、 9位割って、9位割って、弱、最悪、弱すぎる。大丈夫、俺落ち着いてる、俺は作戦がある、ビジョンがある、ビジョンがある。究極のサンダー持ってねえから 見えるわけがない。まだ打たない、まだ打たない、まだ打たない、まだ打たない。ま、いや、どうだ、出てないな、これ出てない読み、出てない読みするわ、出てない読みする。後ろもキラーでしょ、ここに入れて、どうよ、さあ行くぞ。完璧な出てない読みで、これロンキーでしょ、しかもロンキーぶっ刺して、隣人だけは許され。くっそ、サンダー振れよ、かんじゃがりこ強すぎだろ。やべ、まだ1回も1位取れてない。そこだけやっぱ気にするね。
1回でもいいから、やっぱ俺の確定室で元気になるやつは1人はいるから、その1人のために、その1位を取りたい。そこの君のためだ、うん、君のために走るわ、うん、見といて。じゃがりこなんか食ってやらんないやつ、じゃがじゃがりこつって食ってやらんないやつ、じゃがりことかな、舐めた名前しやがって食ったらあんなやつ。スターは待って、隣人が攻めてきてる。お前やめろよ、お前それ考えるのよくないぜ、企んでることよくないぜ。先言っとく、危ない。どこにいる、落ちた。ここで一旦交換してオッケー。何それ、それ何、臨場ひくつそぶりだけ見せる。ひくり、いやちょっと待って、全部一文なしじゃん。何のために走った一周だよこれマジで。一旦前行って、もう一回ここで9位で割らなきゃいけない。 OK、 ちょっと止め、 OK、 飛んだのはいい、冷静に。いや何回取るの、はあ無理じゃん、これ誰も勝てないよ。もう終わってるわそれは、それ純粋に終わってるって言うんだよ。臨時やる、臨時やりに行く。 OK、 よし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 、あいつとりあえず縛りだけでも十分、あいつだけはもうちょっと同じ目 見させるわ、同じ目見させる。ただ俺アイテムないんだよね、みんな気づいてる、パクられまくってアイテムないんだ、誰も勝てないじゃんこんな状況。アイテムなし誰が勝てんの最悪だし逆だし、こっから本気の見せどころ。急げ、上がれ、企画ミスろ、キラジャガリコ食え、ジャガリコ待って、食わせろジャガリコ。隣人はしばいた、隣人はしばいた、さあ残り8、9、10、11、12でしょ、あと5レースもあんのか。オッケーオッケー、隣人とは現在7点差、だいぶ詰まってきてるよ。着実詰めてくから俺、前回100枚届ける範囲の借りをまだ俺返してないから、お前隣人覚悟しろよ。じゃがりこしばきたいんだけど、投げろじゃがりこ、オッケー、じゃがりこ投げて、じゃがりこやる、オッケー、じゃがりこやって、オッケーオッケー、これ完璧、これ完璧なんだよ。さあこれ完璧、これでおもむろに前に行く、これおもむろに前、どんどん前、もう打開とか忘れた、もうがんじゃり前、がんじゃりで、じゃん、お前それ当たんないよ、下手すぎ下手すぎ、センスがない、絶望的なセンス皆無、センスゼロ。早くね、一人やって、お疲れ、早いのは承知、早いのは承知なんだけど、俺はスナイプがうまいから、緑スナイプの神と言われてるから、はい、完全独占、独占、もう独壇場、俺の独壇場始まった、俺の独壇場始まってるよ、ここの処理も俺うまいから、さもうあのトゲ全然いいよ、全然いい全然いい、一発が全然受けてやるよ、ダブル防御だから俺、ダブル防御だから全然受けるよ、ケツつける。待って早くない、よし食わした、そうなんだ、ケツバラが強いから、 OK OK OK、 動物園動物園動物園、その間に逃げる、ケツ構えて処理をバッチリ、おらジャガリコザムー見上げれー、これやばい、ありがとうございました、ジャガリコも隣人も深い虫けらどもが、はい、もういないよ、臨時の差が、はい、臨時並ぶ、はい、臨時並びました、はい、どうですかお前たち、これが実力。さあ9レース目、残り9、10、11、12、最後の組ですね。この組に手つくとつくカイト、ランクイン常連勢がいるから、そいつに勝つ、ここもうだんだんね、さ誰がランクインし、誰が強く誰が弱いか、もうね長年やってきたらね、分かってきたんだよね。毎回参加してくれてるみんな本当にありがとう。うわーちょっと待って、ガバリ散らかした。これあのサンシャイン奥空港ってコースだから、これね最初頑張ってこれ逃げられちゃうんだよ、ティスクトツカイド。だから一刻も早く攻めていかなければならない。
そういう課題が課せられてる。で、大事なのは序盤の目、オッケー、メダル全部残る、最高最高だね。これ俺のメダル、お前譲れ譲れ。アガゴーラだからこっち、アガゴーラでちゃんと、あぶね、バナ吸ってるだろ。これアガゴーラやっとこう、やんなくてもよかったけどね。ティツクトツク界では絶対1位だから、あいつに食らいついていかないか。あー、クラクションか。あー、停止してクラとかやってきたら本当に俺許さないからね。あー、ちょっと取れなかった。ありゃ、あ、消してくれてありがとう。カイトが消してくれた、緑ゴールでさ、助かる。ちょっと取られた話聞いてない、時計いった。オッケー、あ、でもね、引かれると思っ、ちょっと待てよ、引きすぎじゃねえか、ほら、シンプルに、シンプルに来すぎじゃねえ、ちょっと大丈夫、シンプルにやれてる、やれやれやれ。バクサ投げ禁止、インコースがっつりで2位浮上、どうよ。カイトやって、カイトガロンして、オッケー、カイトガロンした、カイトしっかりガロンした今。オッケー、でこっからもう一回時計待ち、カイト多分やられてる、オッケーオッケー、完全やられてる。こいつと俺のドライバー始まった、あとそれなんとか打つく、やってるね、完璧やってる。で防御あと2枚あるから、ブメで防御あと2枚あるから、もう一回やった、オッケー、もう一回やって、でこれケツで構える、オッケー、完璧、パーフェクト。でもう一回やる、ボム、オッケーオッケーオッケー、これ完璧じゃない。カイト、お前は俺には勝てないんだよ、残念ながら。お気味上げ、大戦ありがとうございました。カイト2位にしてあげたよ、俺の優しさだ、うん、置かなかったらお前3位だったけどね、俺の優しさが出た、うん、カイト、だから俺が強いんだよ、俺が。カイト7位、あれ。さあ第10レース目、ティツクトツクカイトの点差は14点差だったね、75対89、うん、あと3レースで十分、こう負ける、うん、さあ点差である気がする、ティスクでまさかあそこで赤子の爆弾飛んでくると思ってなかったのでしょう、まあ、しかし、よ相手に読まれない動きをするのがこのゲームの醍醐味、大前提、それができないのなら負ける、うん、どうもほらね、みんな牙向いてきてるね、悔しいね、悔しいね、サワヤンゲーズ負けて、サワヤンゲーズ負けて悔しそうだね。ただ悔しくても勝てなきゃ意味がないんだよ、絶対数からちゃんと1回ね、1回外広がって、外広がって、ここも押される可能性があるから、ここも冷静に、で一回こっちいると、あ、危ないね、あそこダブル取りに行ってたら多分やられてた。まあ4位で、お、カイトが、カイトがどうする、スー一人やっちゃって、待って、やられる可能性ない、あい、残念、残念だったら緑スナイプは俺に一回受講料払って教わったら、俺緑スナイプのやり方教えてあげるよ、うん、どうやって当てるのか、緑は爆刺して、オッケー、スプレッドも消える、あ、強い、すごくいい位置、すごくいい位置、ものすごいすこぶるいい位置、ジャンピングアクション完璧、オッケー、あー、そこで来ちゃうか、ガゴラ最悪、もう防御するしかなかった、カイト、カイト頼むよ、やべ、やられる可能性、さっきやった分やられる可能性がある、アウトエビ、あ、前やってくれる、オッケー、カイトやっぱ1でやってるね、オッケーオッケー、ギリプス、危ない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 、カイト大丈夫だよ、うまく、なんか失礼した、赤さんじゃね、ダブルキロ、カイトが仕分け、いやー、グッソ、カイトに取られた、くそ、誰あいつ、いやー、キノコ引いてたら俺の勝ちだったんだけどね、まあ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 、神様は今回はお前に微笑んだよ、だな、残り2レース、またお前に地獄を見せてあげよう、あー、くそ、超絶不利なコース来たなー、 3DS レインボーロード、はい、完全に性能差出まくる、うん、ヨツシーとシゼでは天と地の差ぐらいハンデがある、このコースでカイト、お前絶対勝たなきゃダメだよ、ゴーゴー、勝たなきゃダメだよ、うん、さあプレッシャー、それだけは言っとく、お前絶対勝たなきゃいけないコースだから、これもう勝ってくださいのコースだから、これ
これ負けたらやばいよ。ちゃんとそのバナ、ケツつけバナすぐ見えてる。すぐ見えてる。どこに湧いてくるお前。あの頃でまず一回。あ、ねえバカだよお前ら、カイトやれよ。まあしょうがねえな。それだけ俺が強いってことを認めてるっちゅうことだよ、これは。ここまで来ると、悪いけど。ここまで来ると、俺の強さを認めちゃって、あ、でもカイトも死んでるな。一回戻るわ。メダル2枚しかないけど、気合で戻る。置いてくる。何なのか説明してほしい、それ。意味がわからない、動きの、バナ置いてくる、それ。うわー、なんかどっかから湧いてきた、ヨッシーが。で、俺、アイテムない。あって、わかった。もう無理だ、それは無理だ。それ無理さ。一回ここでメダル集めるわ。とりあえず3枚にして、とりあえず3枚何ができんの、ま、前近いな。見るからに近い。9位で割れれば、結構強いアイテムが引ける。はぁ、ま、そう、近いっちゅうことだ。近いっちゅうことは、最後荒れるっちゅうことだ。こいつは前やってくれる。やれやれ。自然いっぱいいるから。前やれよ。やれ。早く。そんな難しいこと言ってないやつだ。これ下ルートで行く。早い下ルートで行く。確か下の方が早いらしい。急げ。突っ込む。思いっきりフレームイン。エゴスガッツリ。カイトどこだ。それ終わる。危なすぎ。よいしょ、5位は俺の自己ベスト。多分カイト1位だ。多分あいつ上がってる。うわー、もうダメだ、お前ら逃がしてる。あ、来るね。あー、チーミングか。チーミングね。うん、じゃあ最後チーミングした男たちの末路お前らに見せてあげるよ。さてカイト、お前次1位取ったら134点でもしかしたらランクインするかもしれない。その夢熱気なく終わらせてあげよう。究極の打開スタート。いや、お前の動きに合わせて俺が動く。どうするお前、マイクか。鬼前の精神で。ここでメダル2枚。どうだ、あいつどこ行った。まだ前にいるな。多分やってくるよ俺。ダブル取る。で、ここで、あいつどこ行った。止まってるな、あそこ止まるんだね、オッケー。ならば俺も止まる。一回ここでメダル集める。うわ、ちょっと待って、落ち着いて。ここで冷静に2枚。オッケー、悪くないよ。冷静に見えてるよ。あぶねえ、それ。あかん、これオッケー。あ、それ取って、どうぞ。大丈夫。おつけ、サダ振っていいよ。早めにどう。テレサイダーね、どこにいる。サンダーお願いします。これお願いだよ、これお願い。サンダー案件。あ、危ない、ちょ待て。 OK ね、なんでそれさ、赤コーラ投げるわけ。今赤コーラお前来てたじゃん。危ない、ちょっと待って。規約でいくしかない。こっから規約。サンダーもないわ。待って、カイトは逃がしちゃいけない。ナイスだ、この。ああ。いや、俺まだ上がる。いや、128はランクインできない。俺100いってねえじゃない、バカ。何足の引っ張りしちゃう。クソ雑魚じゃん、クソダサ俺。え、弱。え、雑魚じゃん。え、やめよう、マリカ。終わり。はい、てこと、第173回、モコーとアイムハイ、エツクス、私、97ポイント。ひどいです。はい、前回146ぐらい取ったのに、もうこれは話になりません。ちなみに167って多分過去最高に近いと思う。うん、この初期のあれで。すごい、優勝カイチ167ポイント素晴らしすぎる、優勝でございます。第2位、8分布156ポイントでございます。第3位、モンゲーって叫んで、モンゲー、
152ポイントございます。第4位、サワ、ティア A 来て、無理だ。無理じゃないけど、全部の実況動画を犠牲にして、毎日マリオカード8時間ぐらい、9時間ぐらい、ラウンジやってたらいける。うん、いける。第5位、白星 MRK148 ポイント。第5位、NW148 ポイント。第7位、チュンタ、9月5日、期末。うん、早いね、期末。一瞬じゃん。頑張れよ。146ポイントございます。第7位、ミー変えた黒助、温度、もうし、あ、青助、水色助になってんじゃん。水色助146ポイントございます。第9位、ミミ144ポイント。第10位、おっしゃん。へっ。もうさ、絵文字じゃないんだよ、これは。もはや、もう、訳がわからない、これに関しては。もうな、意味がわからない。ヒュンヒュンヒューって感じ。うん。142ポイントもあります。第11位、RR 黒星、タイガリホ、138ポイントもあります。第12位、麦わらのルフィ、135ポイント。第13位、トラ、134ポイント。第13位、サムライ、アンダー18、134ポイント、おめでとうございます。第15位、N133 ポイント。第15位、重い、133ポイント。第17位、サワ、初老期。うん。さわの、わ、うに点々じゃないんだよ。わに点々なんだよ。うん。絶妙に似てるのうざいな。132ポイント。第10代、いちご、白星、132ポイント。第10代、もいもいもいに、132ポイント。第10代、ニンフィアン。うん。132ポイント。カイチー、ティツクトツク、惜しくもランクインギリならずですね。いや、とりあえず、自分の宿命果たした。やっぱりね、ケツカ残していくと、やっぱり覚えられる、みんなに。だから、その中で、どん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 、厳しい環境で、しのぎを削れる。皆さんにもです、ぜひね、ランクイン常連勢になって、厳しい環境でのマリオカート味わってみてください。ではね、ぜひ、高評価、グッズボタン、チャンネル登録忘れずに、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。